アレクサンドル・イリーチ・エゴロフはソビエト連邦の軍人。赤軍司令官で1930年代末におけるスターリンの大粛清の犠牲者、エゴーロフなどとも、ソ連邦元帥。エゴロフはロシア中央のサマラの近くの農家に生まれた。彼は1901年にロシア帝国軍に入隊し、1905年に火山風評士官学校を卒業し将校となった。 1905年から1907年、幕府の労働者のデモの鎮圧に参加。第一次世界大戦中、彼は大佐に昇進し、5回負傷し、勲章7個、メダル2個を受賞した。1917年、彼は、社会革命党に参加したが、ボリシェビキが権力を掌握した後は、彼は新政権を受け入れて、赤軍の司令官となった。ロシア内戦期、エゴロフは、 赤軍タ戦線の司令官となり、ウクライナにおける白英軍の撃退に重要な役割を果たした。ポーランドソビエト戦争時の1920年、エゴロフは赤軍司令官の一人であった。この戦役で彼は、スターリンやセミオン・ブジョンヌイと親密になった。1925年から26年まで、エゴロフは軍事顧問として中国に派遣された。 1927年彼は白、ロシアにおける赤軍の司令官となった。1931年彼は国防人民委員代理、赤軍参謀総長に任命された。1934年彼は共産党中央委員会の委員候補になった。1935年彼はソ連邦元水の階級が創設された時、最初の5人中の1人として任命された。 スターリン、ブジョーンヌイとの古い繋がりゆえに、エゴロフは1937年の赤軍全体を、吹き荒れる、逮捕の波、すなわち速度を増した、スターリンの粛清からは安全と見られていた。彼は1937年6月のトゥハチェフスキー、裁判における判事の一人に正式に連ねていた。しかし彼は1938年2月に逮捕され、その後処刑された。 公式には1939年2月23日付とされているが、いくつかのソ連情報筋によると、彼の死は1941年とされる。彼は、スターリン死後の1956年、ニキータフルシチョフによって、名誉回復された。赤旗勲章2個、赤旗勲章付き名誉革命武器、グルジア赤旗勲章、アゼルバイジャン赤旗勲章を受章。 ありがとうございます。